こんにちは、 SBFJ 利根川です。前回の動画で野尻湖の5日目までお届けしましたが、場所移動してからの釣りはまだ公開していません。さらに言うと、今この動画を編集している時点で撮影もできていません。実はまた野尻湖に行っております。朝食の黒焦げホットサンド、話しながらやっていたら焦がしちゃいました。がっちりした石の桟橋から木製の桟橋を狙います。今回は2日間行ってきましたが、今年はどこも魚の入り方がおかしいので予定通りには行きません。でも春の大型釣り、まあそんな感じですよね。野尻湖眺めながら食べるカップ麺 in 半熟煮卵、魚をかける長島さん。今回の滞在は2日間なので、2日とも暗くなるまで頑張っちゃいました。来週公開予定なので、とりあえずダイジェストお楽しみください。予定通りに行かないので、没動画を冒頭にくっつけた一気見です。ということで、2度目のおはようございます。SBFJ 利根川です。今日向かっているのは茨城県つくば市。目的地は細い道を通った先にあります。小高い丘の上にあって、めちゃくちゃ雰囲気のいい花室池です。今は4月後半。この時点で足、ガマだっけかな、かなり生い茂ってます。2年ぶりに来ましたが、やろうと思っていた方向ではできなさそう。鳥にカエルに虫、いろんな鳴き声が聞こえてきて癒されます。全てを忘れて癒されます。よろしくお願いします。いきなりむせてしまいましたが、ここの水深は1メートル弱。発着でスタートして、四季を綿グルでまとめた軽めでボソ系のグルテンを使ってます。というのも、下は足が折り重なってヘドロ質であろうと推測されます。いつものグルテンはもう少し重いので、そこへ潜ってしまいそうということから、軽い式をベースにしました。グルテンを手水で柔らかくしてみたりもしましたが、それでも反応がないので12尺に伸ばしました。落とし込み気味になるので、なんだかやりにくい。しかも今の動き魚っぽかったですよね。でもそれっきり反応はなく、グル団子だったり進化だったり、ペロット系の軽い団子だったり、竿も10尺と12尺を交互に使ってみたりといろいろやりましたが、当たりらしい動きはこれだけ。マブナでも嬉しいですなんて言いようと思っていたら、見えますか、あの顎の下、アッパーです、スレです。マジか、マブナちゃん引っかいちゃってごめんね。
かえちゃってごめんね。好きしょー、危なくってね。利根川の腕がうんぬんはありますが、それはまあさておき。一昨年に来た時は一応ヘラブナが釣れたのに残念。雨が降ってきたので撤収します。帰りに10カ所くらい見ましたが、釣りができそうな場所は人が入っていたし、釣りが成立しなさそうな場所ばかり。今年は水路も池も湖もいろいろ変ですね。あまり言い訳してもしょうがないので、とりあえずごめんなさいと先に謝罪させていただきまして、今回も一気見になります。ではではどうぞ。こんにちは、 SBFJ 利根川です。今はお昼前の時間帯なので、埼玉県久居町にあるラーメンショップでスーパーチャーシュー麺中盛りを食べて釣り場へ向かいます。何度見ても肉の物量に圧倒されます。幸せ。当然完食しましたが、最後にチャーシュー3枚を胃袋に詰め込むだけになってしまったので、麺を増やさなければ、中盛りにしなければ、全てを美味しく食べられたなぁと大後悔です。今ご覧いただいている映像は食後の散歩風景ではなく、今日竿を出す場所です。ここに出すぜ。ずいぶん緑が美味しかった。というのも、数ヶ月前の動画で水門の周り一面が凍結する中、氷を割って釣りをしたあの場所です。季節が変わって水が入り、緑が生い茂るだけで風景がガラッと変わっています。さてさて、釣り台を準備していきますが、結構風がうるさかったので、今流行りの AI で風の音を消してみました。今までよりは鮮明に台を組み立てる音だけが残って、風の音は聞こえなくなっていますが、なんだか臨場感もなくなってしまいました。設置する場所のことを考えると、長さの短い足が必要になったので、ちょっと、いや、かなりめんどくさいですが、歩いて取りに行ってきました。そして三角になっているところにスーパーバランスで設置します。一応後ろが一つ土に噛むので、台が大きくずれないことを確認済みです。体重をかけて最終確認。メタメタ怖い置き方。超バランスで。残りの準備をしていきましょう。よいしょ。危ない。いただきまーす。あー、うめえ。利根川は一応特殊な訓練を積んでおりますが、恐る恐る座り込みました。餌は芋、私んべら、そこを作っていきます。あんまり綺麗じゃない、あんまり美味しそうじゃない水でコンパクトタオルを給水。あ、今日多分コンパクトタオルじゃねえや、美味しい水、美味しい水汲んでないな。ちょっと高低差があるので今日はご勘弁を。あとなんか美味しそうじゃないんで、今日はここからこれで採取しました。許してください。給水完了。餌作る。はい、じゃあ一投目よろしくお願いします。釣れっかな。ワクワクドキドキ。釣れるかな。釣れてくれ。え、
ああ、気が立たないかと思った。以前来た時はほとんど水がありませんでした。今は2メートルくらいあるようです。これだけ水深があれば何かしら魚もいると思いますし、何よりスートをした頃、動画には撮れていませんでしたが、50から60くらいの多分コイが泳いでいったので、魚もいることは間違いありません。早送りしている浮きの動きをご覧いただいてますが、これはこの正体はお友達な気がします。持ってっちゃったよ、カメだよこれ。え、何にも引っかかってきません。カメでもない。これはさっきの空振りから次の一投です。両方の餌をグルテンにしていますが、開始から1時間くらい経った頃、餌を投入しても全く浮きに反応がなかったので、水を測るカップに進化、底釣り用の餌を少しだけ入れて、水もちょちょっと、340cc くらいですかね、それで作ったのを時々使っていたので、それでカメが寄ってきてしまったのかもしれません。餌を投入してから約2分、ようやくその正体が確定します。皆さんは何だと思いますか？心の中でこの正体を予想してみてください。うんとうなずいていますが、この何も泳いでいく力のない感じのこの反応は僕よく知ってますよ。もう少しで正体が、もう笑っちゃってますけどね、正体が判明しますよ。そう、やっぱりカメでした。もうやっぱりカメでしたよ。ちょっと高低差があってどうしようもなかったので網で救いました。カメ上げてびっくり、背中に苔が生えた随分立派なカメです。はい、ここから翌日になります。いつも応援ありがとうございます。なんかの波紋が出てたな。ここは綾瀬川ではなく、綾瀬川に流れ込んでいる原市沼川にやってきました。一面から稲花粉のプレッシャーを感じます。よし、ここで出していきます。水門ウォーターゲート。ここに来る前、本当にすぐ近くにあるラーメン風神へ初めて行ってきました。昔はラーメンのスープは全て飲んでいた利根川ですが、最近は健康に少し、ほんの少しだけ気を使って全部飲まないようにしていました。ですがスープがあまりにも好みの味で、久しぶりに飲み干してしまいました。ごちそうさまです。釣り台の足をどう出すか調査が完了したので、釣り台の準備をしていきます。もうこの周り全部草なので、鼻炎花粉症の薬持ってきました。アレルギー抑えてくれ、抗ヒスタミン。よいしょ、台の準備終わりましたよ。水門前でやっていきます。正面狙い。さあ、釣り台を用意できたのでご褒美といきましょう。あぶねー。いただきます。氷が固まってる。よし、さて私よりも年上の主門法でやっていこうと思います。
長さは10尺3メートルですね。多分ですけど、奥が流れているのでこっちの2枚が閉まってるんですよね。逆なのかな。あ、でも木の板で止めてるんで多分一番奥は流れてる。淀みがこれで見えるかな。なんか、あ、手でなんかファーッとファーッと流れてると思うんですけど、多分この1本と2本の間ぐらいに10尺で行くんじゃないかなと思うんですよね。深さよくわかんないので、まあダメなら竿を短くすればいいだけなので準備してきます。よっしゃ、綾瀬川の美味しい水、雲が入ったので、もう一回、綾瀬川の美味しい水、よいしょ、どっこいせ、氷に入れないようにしなきゃ。餌は芋、おわた、シンベラ、そこ芋、おわた、シンベラ、そこ252550作っていきましょう。コンパクトタオルを給水し忘れた。おっと、よし、コンパクトタオルを給水させたので餌に水を100とかき混ぜます。給水させましょう。一投目よろしくお願いします。釣れるかな。風景が前日、動画では前半に釣りをした水門の1/2、縮小版みたいな感じでめちゃくちゃ風情があります。流れはほとんど当たってないので 0.5号、 1.88g の重りをつけて重りベタの釣りドボンにしました。これはぬるーっと入ったので針にゴミでも引っかかったのかもしれませんが、一応合わせてみました。空振り。正直前の週も早朝から夕方まで、まあ、途中移動はしましたが、きっちり1日釣りをしていたものの見事に撃沈。やっぱり亀だけでした。昨日の水門前も撃沈したし、まあそうなるとですよ、今日こそは釣りたいです。鯉でも船でも、まあ、もちろん本命はヘラブナなんですが、まずは魚をください。そういえば利根川が去年、今年もですかね、釣りをした桜川、まあ、特に田戸部関が干上がってハクレンが大量死しているとニュースになっていましたが、なんとも悲しいですね。それに混ざって違う魚も少なからずいるでしょうし、死んでしまった魚は処分しなければいけません。まあどうやら河川敷に埋めて処分する予定だそうで。わーお、あー、そうよね、この上がり方はね。僕のペットのカメです。カメちゃん、赤耳緑ガメかな。はあ、なんてこった。そうでな、上がってくる感じがカメだったもんな。ごめんね。もうカメ嫌だよ、ここもカメか、カメばっかりだ。浮きのところにカメさんが出てきた、怖いよ。うわうわうわ、ミドリガメの赤ちゃん可愛いんだけど、あれが繁殖してるとここミドリガメの聖地になっちゃうよ。ひえ、やっぱあのサイズが生まれてんだな。それでも泣いても笑っても時刻は17時、カメラアングルを変更しました。さっきまで鳥のさえずりだった環境音が夏の夜に聞こえるような鳴き声に変化しました。
竿も10尺、3メートルから12尺の 3.6 メートルに伸ばしました。ちょうど川のど真ん中あたりに餌が落ちているはずなので、これで食ってくれると嬉しいです。刻一刻と無情にも時間は過ぎていきますが、最後の最後にドラマはあるのでしょうか。しかし食ってくれることはなく、最後の一頭、実質これがラストでしょうね。もう気が見えまへん。かろうじて見えるけど、なんか小雨降ってて、天気の変わるタイミングでここで食ってくれればいいのにな。ちょっと独り言、ガチガチの独り言なので、いつもよりもちょっとばかし言葉遣い、表現があまりよろしくなくて申し訳ありません。もうこれ片付けの時は真っ暗だろうな。いやー、釣りたかった。明日から動画編集と仕事をしなければいけないんですよ。僕だって生きていくためには動画じゃ暮らせませんから、仕事をしてるんです。はー、ダメかダメかダメそうだ。最初は芋綿シンベラグレテン、そこを1時間くらい経って進化をちょちょいと餌カップで作りましたが、反応なし。グルテンに混ぜ込んでみましたが、それまた反応なし。あ、進化をその作ったグルテンに対して、まあ、ちょっとペペッと水をくれて、グル団子ですか、グル団子でやりましたが反応なし。そして、あ、そのぐらいの時にカメが来たのかな、団子の時かな、ちょっとうろ覚えですが、それで反応なし。最後は12尺に伸ばして、え、団子も打ったし、グルテンも打ったし、最後の最後でやわやわのふにゃふにゃの水をかなり入れた柔らかいグルテンにしましたが、これまた反応なし。魚がいないのか食い気がないのか、魚はいると思うので食い気がない、いや利根川の腕がないんです。実力不足っちゅうのは困りますね。当たりがなければ動画にするのも、こんなぼやきを使うしかないんですよ。こんなぼやきを使って動画をどうにか尺を伸ばしている利根川でございました。もう一投できるかな。この後利根川、最後の一投をしたとかしないとか、まあ、カメラに映っているよりは実際もう少しだけ明るいですが、最後の最後、片付けを終えた時には真っ暗になってしまいました。街灯もないので慣れが頼りに慣れが頼りになりますから、おすすめはしません。明るいうちに片付けは終わらせましょう。ヤモリちゃんがいたよ。ここでなんかお水を飲んでたどうでちゅね。もうこのオケ。いや、ヤモリちゃんごめんね。またゆっくり。はい、またね。かわいいな。利根川は己の道を突き進みます。釣れないことも多々ありますが、格好つけずに釣りを楽しんでいきますので、チャンネル登録がまだの方はこれを機にお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。サンキュー。おはようございます。SBFJ 利根川です。今日は利根川家に集合して、雨の中、向かう先は富士五湖の一つ。
といっても大型狙いではなく、足場のいい場所から中尺長尺竿を振ってのんびり釣りを楽しもうという趣旨です。趣旨でした。過去形にした理由は大雨による大増水。本来どこでも台を出せるような場所でしたが、増水で全然釣り台が出せません。そして一気に産卵モードで大はたき。岸際の水に浸かった草やゴミに向かってパシャパシャとやっております。雨が少し弱くなったタイミングで道具を持ってちょっぴり急な斜面を降りていきます。斜面に対して横を向いてなるべく滑らないよう用心。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではここに釣り台を出していきますが、上にはワイヤーがあるので引っ掛けないよう注意します。使わないですね。いや、この雨だと川口湖とか山中湖は大型狙いで結構な人が行ってたんじゃないかなと思います。まあそんなことで釣り台の準備が完了しました。その BGM が流れてる。釣り台に座って雨がまだ降っているのでパラソルを差しておきます。風切りの 13.5 柵で行きます。道と1号の仕掛け、 13.5 の竿ですが、13の仕掛けをちょっと取り出して、まだちょっと中身作った気がするんだよな。どうだったっけかな。これにします。ちょっと短いかも。上のハリスはリグル9号の12センチ。ここに 青空が見えてきましたよ。 あれちょっと俺写真撮ろう。あれちょっと映えですよ、ね、よいしょよいしょ。小事故のゴミがめっちゃ入るけど、小事故の美味しい水にはゴミだらけ。ゴミをすくって、美味しい水ゴミだらけだ。よいしょ。今日は一発オカメの釣りをするので、段差ばらけとばらけマッハを400、200入れて、水100で6対1でやります。オカメの釣りをやるのはかなり久しぶりなので、ちょっぴり、いやーだいぶ心配ですが、なんとかボソボソの餌をつけて頑張ります。じゃあ1投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。発祥の地でね。発祥の地で、正直発祥の地でよろしくお願いします。長寿湖は魚も放流されていて、魚影も濃く型もほどほどなので、久しぶりに管理用の仕掛けを引っ張ってきました。浮きもホタのメーター用で作っていただいたものを流用。まあ大雑把に言ってしまえば管理釣り場用の強めのセッティング。まあそんな感じでオカメをやっていく所存。今回一緒に行った相田さんと峰さんはすでに一つずつ釣り上げ、利根川ものすごく考えております。早く一匹目を釣って楽になりたいけれど、岸際に浮き込みがあるおかげですぐ足元まで魚がやってきます。悩んだ挙句録画を一時停止、水中にカメラを突っ込めるセッティングにして水中映像撮影開始です。さすがにカメラをそのまま水中に突っ込むだけだとヘラブナに警戒されてしまうようなので、相田さんのアドバイス通り岩陰に隠したら、これがまた大正解。至近距離で撮影することに成功しました。ヘラブナを覗くとき、ヘラブナもまたこちらを覗いているのだ。そんな状況でした。こんな状況でも相田マンは 19.5 尺、5m85cm の長い竿で連続ヒット。でも魚を見た瞬間に利根川、正直焦りよりも大きさの方が気になってしまい、魚を測らせていただきました。40にありますよ。ありがとう。40にありますよ。カメラを水中に突っ込んだら、
おそらくマイクの部分に水が詰まったらしく変な子守音になってしまい申し訳ありません。のらりくらりと泳いでいったのを見届けて利根川が小事故初のヒットとなるのは再開してから15分が経過した頃でした。ここはすぐ裏、歩いて行けるぐらいの距離に山崎ショップがあって、小事故の遊漁券を購入することができるのでめちゃくちゃ楽でいいですね。料金はちょっと前に値上がりしたらしく1日600円から700円になりましたが、このロケーションで釣りができるなら安いもんです。さて間もなくヒット。ああいいっすね。二節ぐらいドゥンって入りました。いい当たりでしたね。久しぶりになんか中の当たりを見て気がします。野尻湖以来のウオですね。やばいな、マジで。そうっすね。やめてやめて。やめて。知ってますよ。ギリギリ。しょうがないじゃないですか。風切りが柔らかくて。かっこいい。選ぶな。ハラパン。ありがとう。楽しいですね。ありがとう。ゴミがいっぱいすくえちゃって。とりあえず一つ釣れたので新製品の力玉ハードエルを試してみたくて持ってきました。というのも利根川時々角風を使ったオカメの釣りをやっていますが未だに釣れるイメージがさっぱり湧きません。上の針につける餌をカッチカチにして持たせたいんですが持たせられません。針はでかくしたし、バラケに下から針を入れる方法と上から刺す方法両方試しましたがダメです。まあ、次は定番のブレンドカラーは外れてしまいますがネバフとかカルネバクラスのかなり粘る餌を入れてみてそれでやってみようと思います。息がログアウトしたと思ったらヒットです。飲んでというか持ってって。あ、ちっちゃい頑張り屋さんだ。頑張り屋さん。お、エル食ってる。棒張ってますね。あ、網がバラに引っかかった。上顎にがっちりかかっちょりやすね。ハードエルで食ってた子。ありがとう。ありがとう。それからハードエールで30分ちょい続けていましたがこの空振りを最後にみんな反応が薄くなります。太陽が本気を出し始めたので新しく買った日焼け止めを塗り塗り。野尻湖で痛い目見ましたから早めの対策。まあ日焼けするのはいいんですが痛くなるのと顔がポッポーとして頭がポワーンとなるのは勘弁です。浮きの重り調整をしようと思って空張りで仕掛けを投入していたら浮きが入っていくというまさかの事態。遅れて合わせてみましたが何も反応はありませんでした。ハードエールを使ったバラケとハードエールのうどんセットからちょっとだけ両団子をやっていましたが結局戻ってきたのはオカメのセット、まあ、それもあって重りを再調整していました。誰？ちょっと待ってくださいね。そうか、浮きの大きさを一つ大きいものにしてました。ちょっと風が強くなってきたので風に負けないよう浮きをサイズアップです。餌は両団子用に作った餌を捨ててしまうのももったいなかったので段差バラケを追加に次ぐ追加。昔ながらのボソボソした
オカメ用の餌ではなく少ししっとりしていますと餌の話をしていたところで早速ヒット。これは食ったな。これは食いましたね。上を食いましたか。まあ何でもいいっす、何でもいいっすよ本当。そうそう、後ろで鳴いてる昆虫ってセミですかね。でもさすがにこの時期なのでセミじゃないと思うんですけど、ご存知の方いらっしゃったらコメントで教えてください。ああ、センター。でも相田さんが言う通り追いかけてきますね。パシャパシャが叩いてると思って。キラ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 。ああかっこいい。正直この選ぶな。うん。ああすいません。ああすいません。やってしまった。いやー、まあ一応滑り落ちたのを瞬時に察知して30センチくらい腕を押し出しましたが、岩とか台に当たらなくて本当に良かった。そしてこの空振りですが、やっぱり空振りが出るくらいなので魚がいました。編集がここまで終わった段階で夜の23時、山岡屋でエネルギーを補充。次の一等間が消えてしまいましたが、これはさっき空振りをしてから次の一投。このヘラブナ釣り用の浮きというのは非常に高性能で、餌の近くに魚がいる時の水流の感じとかそういうのを全て伝えてくれます。まあ、読み取り手の利根川にスキルがないのでそこまで細かくは分かりませんが、それでも餌の近くに魚がいることは分かります。だいたいその雰囲気があるとき、浮きカメラに浮きが映っているか目線を浮きから外して確認します。今回最悪のタイミングで目線を外してしまったのでやらかします。あー触ってる触ってる触ってる。あれ浮きがない、風向き的に右にあるか、いや右に曲げすぎたか、ちょっと左にずらして、ない浮きが見えないぞ。あー竿つんしてた。触ってる触ってる。あー竿つんしてた。いいね、浮き身失ったら竿つんしてました。またやっぱり行くと思います。そうっすよね、黒い感じの。ここ怖いんですよね、上が。ああはい、ドセンターですよ、向こう合わせなのに。あ、重っ。え、向こう合わせでもドセンター、作り物ぐらい綺麗っていう。あ、でも3球だ。サンキュー、イエーイ、サンキュー。よいしょ、ありがとう。優雅に泳いできました。この背後で鳴り響いている低音はポンプの音で、雨が溜まって沈んでしまったボートの水抜きをしているようでした。お疲れ様です。いや当たりじゃないですけど、なんかフワッとしました。あーそうですね、ジビエがジビエ、あ、鹿があるんでしたっけ。鹿肉売ってるコンビニは珍しいです。鹿の肉を売ってるんですね。ゴムテク、ゴムテク。カラ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 。あと膝にタオルをかけていましたが、これがまたかなり涼しく感じます。太陽光を直接浴びないというのがいいのか理由は分かりませんが、ともかく涼しい。本当は半ズボンが好きなんですが、どうしてもおのずりで草をかき分け入っていくので長ズボンに靴、
または長靴に虫除けスプレーたっぷりというスタイルになります。まあ、皆さんも膝にタオルやってみてください。でまあ今さらみんな知ってますよね。これはどうだ、ちょっとちっちゃいか、ちっちゃいこっちだった、あ違うかも、ちっちゃい船ですね。あでも頑張り屋さんだ。走りますね。ガンバンビーちょっと口が曲がって汚いんですけど、でもセンキュー、ちっちゃいけどおかめ食ってくれてありがとう。これでも、これですよ、これ。利根川はこれですよ。もう笑わしてんじゃねえ、笑われてんだよ。笑われてんすよ、ブロリグっすよ。そう。超久しぶりのブルーギルさんが出演してくれました。正直このブルーギル。デン、富士山ダムネ。日本一大きい410ミリリットル。冷えたラムネで元気100倍、そしてミネさんとダブルヒット。これはそうですね、うわパクってんのかい。私もこれ上がりにします。じゃあ2人して同時に釣れたということで、下向きの上っ端か、 OK 上っ端。まあ40センチはありませんでしたが、まあまあという感じでした。そうしてパパッと片付けをしてキロに着きましたが、富士急ハイランドの見えるインター、川口湖インターから高速に乗りましたが、謎の出口渋滞、反対側でよかった。まあ、談合坂と八王子のあたりで少し渋滞はしていましたが、明るいうちに埼玉へ。地元の公園、ジオン寺親水公園を見に行ったら大増水していて、おそらく80から100センチくらい増水していました。裏の川に水を吐き出すはずなんですが、その先、さらにその先の河川が増水しているので全く水が引かないようです。ということで本日の動画もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はこれを機によろしくお願いします。ではではの前に評価ボタンもポチリと頼みます。それでは今度こそ次の動画でお会いしましょう。こんにちは、 SBFJ 利根川です。前日仕事をしていて完全に朝寝坊したので、11時オープンの天下一品でこってりラーメンとこってり天津飯を胃袋に流し込んでアイスでクールダウン。汗道をぐんぐんと進み、本日釣りをする場所へ向かいます。いやー草だらけ、こっちも草だらけ、向こうはまああと田んぼが植わって、前去年この左全然なかったんですけどね。ちなみにこれが去年の真夏8月頃の様子です。行政による草刈りが行われ、裏の田んぼにある稲もかなり育っています。さらに時は遡り、冬から春にかけての3月頃、
通水前の様子がこんな感じでした。できそうですね。ここに竿を出しますか。去年と同じ二の鉄は絶対に踏みません。録画を開始していることを確認しました。確認しました。ロックアイスコーク。いただきます。あー美味しい。ということで釣り台の準備が終わりましたので、ここで前を狙っていきます。あたりは本当にザ・草むらで何もございません。何もございませんが、これがいい。私はこれが好きだ。釣り座にどっかりと座り込んで前準備をしていきます。はい、今日使う竿は振り出しの竿ですが、5尺、なんと5尺でございます。5尺というのは約 1.5 メートルなので、まあ、すぐそこを狙って、多分この辺ですかね、この辺を狙ってやっていきます。こんなこともあろうかと 1.5 号の仕掛けで5尺作ってあったんですよ。初めて使います。実は試しに投げてみたら想像以上に手前でした。水路の美味しい水。さて今日も京都で芋綿シンベラグルテン底、いつものセットです。シンベラ底が50、芋グルー25、綿グルー25、水100で、反応がなければ何かしら対策を考えます。今日も京都でイネ花粉の薬、今日はパブロン、あとコンパクトタオル、レギュラーサイズしかなかったのでレギュラーサイズを着やすい。レギュラー針は手持ちの中で、とりあえずここにある一番小さいセッサの5号、それでもダメならこの辺の3号針、ちっちゃい針を使っていきます。じゃあ1投目よろしくお願いします。鳥のさえずりが凄まじく聞こえますが、ようやく準備が完了して1投目です。来る前に食べたこってり天津飯ですが、今年の頭に発売されてから早数ヶ月、ずっと食べてみたくて初めて今回食べましたが、いやまあ期待値を上げすぎました。なんだか穂先が沈んでいないと気分が出ないので、ヘラ X7 尺にします。穂先がこれで沈みます。ちょっとだけ、ほんのちょっとね、でも気分が全然違います。7尺 2.1 メートルの竿で穂先を水の中に沈めますが、これは風の影響を受けにくかったり、合わせた時に反応がダイレクトに伝わるとか、いろいろな理由はまあありますけども、今回は何よりも手前すぎて正直釣れる気がしなかったというのが本心です。去年ここの草が刈られた状態と比べると、お笑っちゃうくらい全く雰囲気が違いますよね。この時は8尺が限界の長さでしたが、今日の状態では7尺が触れる竿の限界なので、流れに逆らって泳いでる魚を狙います。あと
さっきは水中に浮きが潜りすぎだったので、ちゃんと3メモリ出せる状態に調整しました。やっと何か生物が来てくれたのに、引っかいただけで終わっちゃいました。悔しい。今回はドボンということもあって、浮きが刻みらし、刻みあたりと思わしき動きをしていたので、思わず合わせてしまいましたが、空振り。最近撮って編集をせずに溜め込んでいる動画も含め、かなり連続して川や水路で痛い目を見ていましたが、先日大雨が降ってようやく水が落ち着いたので、そろそろかなと思っていたので、この一旦は浮きがふっと入って、もう思わずガッツポーズです。まあまあ、サイズは、大きさはそれほど大きくないどころかかなり小さいですが、今回はコブナもターゲット。思わずガッツポーズしたけど、この子食ってない。推定15センチ。ガッツポーズしちゃったのに食ってないけど、ありがとう。あ、違う、擦れてたのでごめんねーだ。だんだんと魚は寄ってきましたが、ものすごい食い上げをしているにもかかわらず、残念ながらまたしても空振り。食い上げじゃん今の。あの手この手で食わせようと思って、寄せばいいのに団子餌の進化を投入。そこに水をポタポタと垂らして、適度な硬さになったことを確認したら投入。その投入から約10分、浮きがプップッといって、ぐーっとどこまでも行くかと思いきや、ピタリと止まりました。なんとスマホの操作をしていて、竿から手を離しておりました。浮きがないぞと思って、合わせ気味で竿を上げるも空振り。あまりにも遅すぎたのか空振りでしたが、その後10分ほど反応がなかったので、どこかに行ってしまったようです。次の一手は針を小さくして吸い込みやすくします。セッサの5号からオカメの3号に変更です。釣りをスタートしてから早2時間、風がかなり強くなってきたところでチュン当たり。残念ながらこれも空振りでした。魚は寄っているようで、この一頭でも反応がありますが、去年はここで釣りをしている時は草が全て刈り取られていたので、対岸のフェンスにカメラをくくりつけて撮影することができました。今回はこちらからフェンスが全く見えていないので、反対側から撮影することは無理そうです。さて、間もなくヒット。竿から変な感触も伝わってこないので、今度こそ食っただろうと思い、本日2度目のガッツポーズ。我ながらなぜか物静かにガッツポーズをしていて不思議です。もうニッコニコしながら網に入れますが、なかなか入らなくても楽しんでおります。カメとはまた違った魚ならではの引きです。ちゃんと見たら外掛かりなのでアウトでした。残念。あと iPhone が容量不足で止まっていたので、横からの映像でお届けします。いや、相手してくれて、いや、今度こそ食って、次食って、次食ってくれたら嬉しいな。はいはい、ありがとう。いや、ごめんごめんね、次は食って。はあ、話すところ通ってなかった、ごめんねって話したんです。手元や風景の撮影は基本スマホでしているので、気づけばデータがパンパン。現地で慌てることもたびたび。あと、ここまで空振りもいっぱいありましたが、ここから空振りは全部カットしてお届けします。魚だ、食ってんじゃねえかな、どうだろう。
ああこれは食ってねえや。これまた食ってねえ。お腹のすれ。残念。あ、今度こそ動画、録画が動いてることを確認してごめんなさい。私の代名詞の一つによく乗されてしまうというのがあります。あれは合わせるのが遅くてすれてしまったり、そもそも食っていなくてすれていることが多いはずです。今回も例に漏れずやってしまいました。切磋の午後をここまで伸ばす犯人、鱗の大きさからさほど大きくない船だとは思いますが、故意ではない。でもここまで伸ばすってなかなかですよ。びっくり。針を伸ばされてしまってから約30分間反応がなくなりまして、当たりも反応もないのに仕掛けを回収しようと思って竿を上げたら、ハローマイフレンド。さてさて、本日こちらでも緑ガメが来ました。なんてこった。ここにも緑ガメ、背中に苔が生えて、あ、獰猛である。爪怖。ここ数年は毎週ほぼ休まずに春夏秋冬釣りをしていますが、浮きが動かない状況というのは精神力というか集中力がどんどん落ちていきます。ただ浮きがこれだけ動いてもまたそれはそれで集中力が落ちてくる。人間とは、いや、利根川とは格も愚かな存在か。いやー、まだ友達だ。サイズとしては似たようなサイズなんですが、さっきのは甲羅に苔が生えてたのに対してこっちが生えてないのはなぜだろう。苔なし。不思議。今回沖の草が生えている隙間を狙っているので、少し右や左にずれるだけで浮きが出過ぎてしまったり、実際これも少し右にずれていたようで浮きがバッチリ映っていませんでしたが、少しカメラを動かして調整しました。反対側の際を水が強く流れているので、餌の玉っころがどれだけ流されるかで落下する場所が変わっちゃうんでしょうね。そして今回はおもりベタの釣り、いわゆるドボンでやっているので、浮きに反応があるまでひたすら待機。まあまあ早送りをしていたので一瞬ですが、ようやく念願のヒットです。一目戻し。これも口周りか。食ってねえんじゃねえか。どうだ、食ってんのか。新規。最後の最後、食ってねえかと思われましたが、上っ張りを食ってました。やった。船子じゃなくて顔的には小一個っぽいんだよな。いや、マブナ系か。小一個っぽいよな。ヒゲは
怪しいが、コブナかコボイが食ってた。やった最後の最後で食ってた、ありがとう。やったー、はあ。まだ明るいんですが、今日は夜に用事があるので、そろそろ引き上げなければいけない時間です。正直さっきのマブナが食ってくれたのを最後として、めでたしめでたしと終えるつもりでした。でもですよ、これでやめようと思っていても、その一頭で魚が釣れてしまうと、もっと釣れるんじゃないかと思っちゃいますよね。これって利根川だけでしょうか。この子もここいっぽいけれど、残念ながらスレでした。残念。ごめんね。はたきというわけではないんですが、今さっきそこがドゥンとなって、そこもドゥンとなりました。何でしょうか。亀でしょうか、鯉でしょうか。真相は分かりません。手取ってる間に動いたらよかったんですが、動かないな。あ、でもこっちのカメラに入ってるかな、このカメラに。いまいち全体を撮っているカメラにもその様子は撮れていなかったので、本日いよいよタイムリミットのギリギリで食ってくれた魚を見ていきましょう。餌はグルテンをボソボソの状態からかなり水を足して柔らかいもの。団子餌の進化も単品、そしてグルテンに混ぜ込んでグル団子にしてみたりと、いろいろやりましたが、結局団子餌とグルテンっていうバラグルになるんですかね。それが一番安定していたような気がします。基本は3目盛り出しですが、ちょっと竿を押し出して4目盛り出したところでちょんと竿を引いて、でこれもまた今度は 4.5 目盛り出すところまで行ってから、ぐーっと1目盛り出した状態まで引いてからちょんと、ここで当たります。止めた。ノールジリと同じ針のかかり方してる。ちょっとヘラブナ気味な気がする。まあ何だっていいんですけど、最後の最後に推定30、いや28、29センチ、切ったー、食ってたー。いや、誘ったら来た。あ、ごめん、ごめん、ありがとう。はあ、めでたしめでたし。去年はヘラブナを釣りたくて釣りをスタートするも小さなフナや鯉ばかり。今年はフナや鯉すら釣れないかもと思い焦りましたが、まあやっぱりここでもカメさんは来ましたね。そしてここにある杭がめちゃくちゃかっこいいんですが、一体何年の時をここで過ごしていたのか、何十年もここに存在していて朽ち果てていったような気がします。ということで帰宅、お茶代食事代ご支援ありがとうございます。ということで本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。どちらでもいいので評価ボタンを押していってくれると嬉しいです。まだチャンネル登録をしていない方、そろそろお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。
こんにちは、 SBFJ 利根川です。久しぶりの中川から分岐する去って放水路。少し前に釣りをした五日落とし川のポイントとは3キロくらいの距離ですから、もはや同じ水域というか、実際川として見てもつながってます。川沿いが舗装されていて様変わりしていますが、斜面を下り最後にはしごを降りて釣り台の準備をしていきます。今朝まで雨が降ったり止んだりを繰り返していたせいでかなり水が多く、足場と水面の高低差が5センチもないくらいでした。最近は分かりませんが、以前はちょっと雨が降り続くと今歩いている場所じゃなくて、釣り台を用意している足場よりも水位が高くなり、長靴でなければ歩けないくらいになっていたので、この状態で助かりました。今回釣り台を可能な限り低く準備したので、まさかあんなことになるとはという話は後々するとして、ひとまず釣り台の準備が完了しました。今日はまだ座り込むことはせずに準備を続行します。さて放水路の美味しい水、雨の後ですがそれほど濁ってはいません。このコカ・コーラのバッグ、ダイソーで200円でした。というどうでもいい話はさておき、いつもおなじみのグルテンサを取り出して作っていきます。芋25、綿25、シンベラ底50、水を100入れてぐるぐるとかき混ぜて吸水。ここでようやく着座です。電話が終わり釣りの準備をする頃にはすっかり水たまりができていました。そして今日使う竿はヘラブナ釣り用の竿としては世にも珍しいガングリップのスタイル。この竿の製造メーカーはオリムピック、竿の名前はインストラクターコテキです。長さは9尺、約 2.7 メートルありますが、その他の情報はなし。とりあえず仕掛けを入れているケースから9尺の仕掛けを取り出して竿にセット。新しいハリスケースから今日使う針を選びます。まだ片側しか入っていませんが、ここからセッサ6号を取り出して準備完了。1投目スタートします。1投目スタートさせていただきますが、 AI によって風切り音は消しております。浮きが風だけでこれだけ斜めになるので、体感では風速7、8メートルでしょうか。橋の下という風を受けやすい立地とはいえ、現地の利根川は風を全身で受けているので、ホットリミットごっこができそうです。仕掛けは外通しドボンですが、最初のうちはテンポよく早めに回収して次の餌を投入していきます。釣りを開始してから11分、さすがにまだ反応はないだろうなと思っていましたが、なんとなく生物の反応が浮きに現れました。これだけ波が激しいと半信半疑になっちゃいます。この空振りからしばらく反応もなかったので、本日のご飯タイム、ごま大福。私はこしあんよりつぶあん派です。甘くざっくりした生地、クリーム、レーズンの組み合わせ、実は大好物。そしてメインディッシュは冷やしぶっかけおろしうどん。ちなみにビデオカメラに入った風切り音を除去しないとこんな感じです。抱え込むよう必死に食べていました。ごちそうさまでした。いくら短い竿といえども風が強いと餌を投げ入れるのは大変です。ずれた場所に落ちそうだったので竿を上げて回収。餌は取れずにラッキーと思っていましたが、竿掛けの先端にクルリンパ、お恥ずかしい。木を取り直して数頭していましたが、気づけば太陽の位置が変わり体に光が当たり始めたので暑い。風は吹いているのでそれほどでもないとも言えるぐらいの感じですが、日焼けをして頭がポワーンとなるのは避けたい。よっこらせと思い腰を上げて最低限の荷物を先に移動します。すっかり足元は水浸し。
移動先は高さを微調整するくらいなので横着してそのまま運びます。釣り台を持ち上げて心の目で後ろの様子を見ながら移動。2年前の動画を見返すと雨が降ってきたタイミングで全く同じ方法同じ位置へ移動していました。まあ、その時は左奥の席が工事中で中川との合流地点には入れませんでした。移動が完了して橋の左側を見ると快晴ほどではないにしろ青空です。ですが右側黒い雲なので恐怖でもありません。なんといっても今日は上が橋、天然のパラソルです。この一等はヒットしますが、というのも移動して1等、2等そんなタイミングで左側にいたおっちゃんが餌を新たに作っていました。そしてこの匂いは多分団子の底ずり夏、まあ、特に釣れている様子でもありませんでしたが、おそらくいつも釣りをされている方なので利根川も抜管に入っていた団子の底ずりシリーズの進化をパラパラと餌に混ぜました。もちろん全部を一気にではなく部分部分でやっています。サッテホ水路は一昨年に動画を撮影して、実は去年も一度か二度来ていましたが、道中にオオスズメバチがいたので別の場所に逃げたのはここだけの話。ヘラブナ釣りをしていたおっちゃんにすぐ後ろに蜂の巣あるから歩くとき気をつけてねなんて気軽に言われたこともありました。強い。さあさあ間もなくヒットです。いやーまさか場所移動してすぐに食ってくれるとは思いませんでした。これだけ風が強いと当たりが出るのかなと心配でしたが、やっぱり食った時はちゃんと浮きに動きが出てましたね。さてまずは船を釣って楽になったので本命のヘラブナを狙っていきましょう。ありがとう。今回はおもりベタのドボンという釣り方なので、ちょっとでも怪しい動きがあったら合わせるという感じですが、空振り。そこから30分は無反応でしたが、またしてもチュンというよりフッと入ったので、これも食ってていいと思うんですが難しい。直前の空振りから次の一投ですが、餌の投入時に右利きだと風に流されすぎてしまう方向から風が吹いているので変則的な投げ方をしております。波の方はというと本日最高潮。一応波の中浮きの当たりを取るのは波のテンポと浮きのテンポが、まあ、基本的には一定に動くので、イレギュラーな動きをした時ちょこちょこちょこっと浮きが刻むように出たり入ったりを繰り返していたり、一気にボディまで出るいわゆる食い上げだったり、一番わかりやすいのはどこまでも浮きが消える消し込み、そんな感じだと思いますが、これは普通に餌を回収しました。あいやー魚に引っ掛けちゃったかなーと最初はそんな風に思っていましたが、引いてくる感じがどうも口にかかってそうなんですよね。水深も結構あるのでめちゃくちゃ引きますが、上がってきた魚の口を見てびっくり。どうやら本当に食ってそうです。しかも口がでかい。というのは鯉とかマブナで、あとブラックバスとかそれででかいというわけではなく、ヘラブナのようです。このオリムピックの竿も力強くて粘る感じが
めちゃくちゃ気持ちいいですね。引き用を楽しんだ後、網に無事に入ってくれましたが、これはなかなかいいサイズですよ。魚を観察してみると上顎にがっちりかかっていました。でも当たりは取っていません。あーでも釣ったわ、釣った。餌を投入してから28秒間ノーカットだったんですが、当たりっぽい動きありましたかね。私は偉そうなことを言っておいて分かりませんでした。ということで魚さんありがとう。15、6分後、この一頭は投入してすぐに食ってくるんですが、いやー本当に釣りってのは何があるか分かりませんね。ちなみに サイズは37、8くらいでした。懸垂台の上でちゃんと測ればよかったなぁと後悔していますが、もう当たります。チュチュンと入る当たりでしたね。少し餌を沖にずらしてみたくて、投げた後すぐに竿を手前に引かずそのまま持っていました。これによって本来よりも沖に餌が落ちて、そこから竿を定位置に動かすと浮きが入り気味になり、まあ、浮きがさすがに沈没していては元も子もないので、竿をツンと手前に引いたら重りがずれて浮きがちょっと出てきたところでの当たり。まあ、何を言ってるかわからないかもしれませんが、魚がよく引いて楽しいです。見える魚体はマブラさんですが、いいじゃないの、ノズリだもの。利根川はいつもお友達のカメや大きいお友達の鯉と遊んでいるので、フナというだけで喜びは100倍です。遊んでくれてありがとう。さてこれから夕間詰めという時間に差し掛かりましたが、残念ながら帰らねばいけないので片付けを始めます。今回使ったオリムピックのインストラクターコテキ、なかなか好みの曲がり竿でしたが、特筆すべき点はガングリップですよね。ヘラブナ釣りで使う竿の握り方がどうこうというのはありますが、いわゆる銃のような握りをしているので、子供の頃こういうグリップのバスロッドを見てかっこいいと憧れていました。まあ、大人になってからも買う機会は訪れず、ついぞ手に入れられておりませんが、今回延べ竿でその夢を叶えることができました。一応利根川、古い竿を使う場合にはいろいろ事前に調べてなるべく情報を載せるようにしていますが、今回使ったオリムピックのインストラクターコテキについては全くわからない。おそらくバスブームの20年から30年前に発売された製品だとは思いますが、どなたか情報をご存知でしたらコメントで教えてください。さてさて、片付けは無事に完了しましたが、橋の左側は青い空、右側は雲がやべえ色という何とも珍しい体験をしました。釣りの途中、鯉が目の前に来たので試しに餌をあげてみたら、パクパクと美味しそうに食べてました。雨で増水していたというのもあって、さって放水路で初めてあんなに引く魚を釣りましたが、とっても楽しかったです。最後に山岡屋の醤油チャーシュー麺、いつもスパチャスーパーサンクスありがとうございます。皆さんのおかげで今日も美味しくラーメンを食べられました。ということでここまでご視聴いただきありがとうございます。ノズリがしたくなった方はぜひ評価ボタンを押していってください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。